皆様こんにちは。ペットリフォームのサラフ榎本です。今回は猫の四季についてご紹介します。昔から猫は四季が近くなると飼い主の前からいなくなるというのを聞いたことがあるかと思います。その理由は、猫は自分が弱ったことを悟ると回復しようと人目のつかないような静かな場所に移動するからだそうです。そのため四季が近づくと飼い主の元からいなくなるのです。一昔前は猫の飼い方として屋内外を自由に行き来できるような環境でしたが、現在では猫も完全室内飼いが主だと思います。そのため四季が近づいてもいなくなることはないかと思いますが、また別のサインが現れるため気をつけましょう。以上で猫の四季についてのご紹介を終わります。ペットリフォームのご相談お見積もりはサラフ榎本にご用命いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。